AKB48 の本田仁美が8日、日本テレビ系、ぐるぐる99、夜7時56分、にて人気ゲーム、アークナイツ、のキャラクタープラチナのコスプレを披露した。同日自身のツイッターでも公開し、放送を終え、ブルナイのコスプレショーに出演させていただきました。私のこと気づきましたか？エミに時間かかった特殊メイク、すごい、と振り返った本田。弓の使い手であるプラチナにコスプレした写真を投稿。耳の生えた白いロングヘアに弓を持つ姿が印象的でいつもとは違うクールな雰囲気を見せた。2時間かかったというメイクでは、自身の眉毛を消しキャラクターの特徴的な細長い平行眉に変身。コスプレ衣装には69万円かかったそうだ。この投稿にファンからは、クオリティ高い、ひちゃんって気づかなかった、表情完璧、再現度高い、と反響が寄せられている。